しつこいね。逃がしゃしねえよ。年貢の納め時だ、この蛇野郎。ん、来たか。へえ、青葉もいるのか。その声はまさか薬師カブトか。久しぶりだね、ヤマト。のこのこ出てきやがって、遅えんだよ。あんたは確か土影の孫娘だったな。ちょうどいい。君たちにはこれからナルト君の元まで案内してもらおうか。バーカ、そりゃ逆だ。お前はあたいたちに捕まって敵のアジトに案内する羽目になるのさ。へえ、それは気をつけないとな。青葉さんは他に奴の仲間がいないか見張ってください。カブトは僕と彼女で叩きます。わかった。ちんたらすんなよ。あんな奴相手に時間かけねえぞ。戦闘開始。カブト、お前その体は素晴らしいだ。オロチマル様の力が溢れている。このまま勝負を決める。ええ、そのつもりです。土影の孫娘、君も研究に使えそう。やるなこいつ。まだまだ、その程度では僕を止められない。全然の動きがつかみにくくなっている。この戦いももう終わりが見えてきた。勝ち残るのはどちらか。結末が楽しみだ。木遁も火の意志もこの胸に引き継いでいる。勝負あり。よし、手応えあり。当たり前だ。あれだけ痛めつけたんだぜ。ヤマト、油断大敵だったね。ヤマトはいただくよ。クソ、あいつまだ周辺にいるはずだ。そっちはどうだ。ダメでした。ああもう、なんでこうなるんだよ。逃がしたのか。ああ、ヤマトっていう木遁使いが連れて行かれちまった。そっちはどうなんだよ。それが突然消えてしまったんだに。デイダラのやつも足止め役に過ぎんということだ。役目が終わった今、カブトが術を解いたのじゃろう。しかし9尾と8尾まで深追いせずか。尋問用の人質目当てか、その木遁使いが目当てだったかは分からぬが、問題はそのヤマトから情報が漏れるかもしれんことだ。ヤマトは簡単に情報を取られるようなやつじゃない。そんなこと言っとんじゃない。相手がマダラなら強い道術がある。やつの道術にかかれば太刀打ちはできん。そんな。